千賀千太郎は日本の実業家、政治家、近代岡崎の商工業者の第一人者として知られる。岡崎商工会議所の会頭を3期、衆議院議員を一期務めた。長女の夫は一宮市の実業家、4代目、豊島半七。愛知県ぬかた郡岡崎連雀町のご副省の老舗大島屋に生まれる。ぬかた郡高等小学岡崎学校を卒業後、 名古屋市の簿記学校に進む。1903年、父の死去により年若くして、家業を継いだ。家業のご福祉に木綿具を増設して、千賀合名会社を設立し、三河木綿の生産に着手した。当時特産品として知られた三河木綿は冷裁な、家内工業によるものであったため、生産量はくわずかであった。そこで、千賀は動力を利用した。 新しい製造方法を導入して第一工場を明大次長に、さらに第二工場を羽町に建てて、生産を向上させ、多大の成果をもたらした。1908年と1909年に二度、岡崎町会議員に当選している。1910年4月27日、発起人の一人として岡崎ガスを創立。初代社長に就任し、 1934年12月24日まで同職を務めた。岡崎銀行、岡崎伝統、三流社、ぬかた銀行など、地元企業の設立や経営、さらには岡崎電話局の開局にも参画し、地元の商工業の発展に寄与した。1911年から1921年まで、静岡県の天竜電力の社長を務めた。 1917年4月25日、岡崎商工会議所の回答に就任。1920年5月10日に行われた第14回衆議院議員総選挙に出馬し落選するも、当選者の手島久わしが1922年9月23日に死去したため、同年11月10日に補欠当選。2年間衆議院議員を務める。百二十五年一月十五日に、 商工会議所会頭を退任した後、1929年から1933年まで、再び会頭を務めた。また短い期間ではあったが、敗戦後の混乱期、1947年5月13日から同年11月24日まで3度会頭を務めた。1961年7月1日、岡崎市名誉市民に推挙される。 1962年2月21日死去。15位、君四等を受けた。79歳没。ありがとうございます。